スカイブルーのこの空の下、みんな集まれ。家で遊ぶ、一人で遊ぶのもサッカーして遊んでたし、もちろん友達と遊ぶのもサッカーが一番楽しかったから、もう遊びイコールサッカーでした。リフティングは一人でもやってたし、例えば自分がジュビロの選手だったらみたいな、中山さん、七海さんとか吉谷さんとかと一緒にプレーしてるみたいな想像をしながら2時間ぐらいボール蹴ったりしたから、今思えばよくあんなことやってたなと思いますけど、ジュビロの下部組織にいて、やっぱり方針でしっかり基本技術をしっかり身につけようとかっていうのがこう方針としてあったので、ミニゲームは今までしてたけど、そうやって大きいコートのゲームをしたことがない状態で浜松 FC に行って、で周りの子供たちはみんなそういうのに慣れていて、その中でこうゲームをするっていうのにすごい最初戸惑ったのを覚えてます。ジュビロのジュニアユースで、試合にも出れなくて、もちろん県選抜すら入れなくなって、やっぱりそれもこう小学生の時にある程度全国優勝なりナショナルテレステなりっていうのとのギャップもあって、さらに自分としてはすごく辛かったので、やっぱそのこう中学3年間の間の丸2年ぐらい全く出れなかったんですけど、その2年間っていうのはすごく、ただ悔しくてもどかしくてっていう状態で、まだ子供だったし、どこにそれをぶつけていいのかも分からなくて、高校3年の選手権の県大会の決勝で負けたのがすごく悔しかったんですけど、その時にこうすごく自分は後悔をしてしまったので、もちろんこう練習とか一生懸命やってたと思いますけど、やっぱりもっと一生懸命できたんじゃないかっていう思いが自分の中にはあって、その悔しさで高校サッカーを終えたので、大学に入った時にはやっぱりこう大学4年間を終えた時に、もちろんプロに上がるっていうのもそうだし、チームとしての結果っていう意味でも、もう絶対にもしそれを成し遂げられなかったとしても後悔しないようにはしよう。